はい始まりまりした給与明細チャンネルです今回はブライダルエステブライダルエステエステティシャンの方の給与明細書をいただきましたこの方は4年間勤務されています仕事内容が電話対応を受付マッサージシェービング機械を使った施術となっていますで仕事に必要な資格やスキルがレザーシェービングの場合は美容師または利用者免許を 持っていないといけないそうですその他のスキルは必要ないと書いてあります月の勤務時間や残業時間は月約240時間勤務しているそうですで次に企業明細ですとこの方は出勤日数22日で基本給が18万千円業務手当が3万4千円技術手当が2万円 全般手当が6100円となっていますで。非課税の交通費が1万6000円ついています。で総支給が25万7670円となっています。次に、控除の欄、おお、米法系が出てきましたね。控除の欄です。控除が、こ、まあ、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、 住民税となっています合計控除が4万4993円でクリーニング代とかはなくて総支給の25万7670円から控除4万4993円を引いて手取りの金額が21万2677円となっていますでこの方なんですが 年収が350万前後でボーナスは年2回1回20万前後のお金が支給されているそうですまあ年収350万って言ったら結構いいっすね普通に生活ができるくらいのお金をもらっていますただ勤務時間が240時間だったっけそんくらいあるんでまあちょっとブラックかなっていう感じもします 今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします